ね、室賀組復讐したいをクランクインしたいと思います。よろしくお願いします。早速ですが、85A から段取りをよろしくお願いします。のりこ、中身が違うって対比をもう分かりやすく見せるシーンの一環です。片谷部屋で困ってる人に対してどうするか、片谷のりこの方はもう見捨てるべきだ、そんなのっていうふうに言ってる。ほら、もう泣かないで、大丈夫だから。お家分かる？今日は、初日ということで、いよいよ、この日が来たなということで、僕自身すごくワクワクしています。とにかく、皆さんと一緒に力を合わせて、素晴らしい作品になるように、今日から頑張っていきたいなと思います。頑張るぜ。今日から担当になります高橋泉です。違う人物を演じるので、そういう意味ではそのちょっと難しいですけど、ある意味そこまで複雑ではないというか、二人の人間を演じるだけなので、ちゃんとその差をつけれればなって思います。現場の雰囲気は今のところ和やかなので、とても楽しいです。で、ここに自分が寄っていく、この8ピストルの火薬のシーンとかはすごい、やっぱ撃ってる僕も本物じゃないかって思うぐらい迫力がすごくて、なんかいい意味での緊張感みたいなのもありましたね。でシーン自体初めて小寺に会うシーンなんで、すごく思い入れの強いシーンだったんで、まあ、いいシーン撮れたんじゃないかなと思います。潜伏先のイスラマバードで拘束されてから6日目の今日、ついにその身柄が日本へ移送され、東京拘置所へと収監されます。9番ゲートのところでもう一回ちょっと綺麗にしなきゃいけないかな。靴があまりにも綺麗。9番ゲートどうなるか知ってる。じゃあ見てください。それないでしょ、そうそう爆発すること。すげえ刺さります。さしてください。碇明宏役の岡田義之さんです。よろしくお願いします。田所哲也役の小林豊さんです。よろしくお願いします。合成シーンが多かったんで、すごくどうやって完成するのかなっていうのが楽しみな撮影でしたね。田所役を演じます、小林豊です。この復讐したいの、作品の中で、僕が演じる田所は、原作にはない、オリジナルキャラクターです。なのでと言いますか、まあ、こう自分なりの田所を演じて復讐したいを盛り上げていけるよう頑張っていけたらなと思っております。